ヘンドリック・カシミール一世、または、ハインリヒ・カジミール一世は、ナッサウディーツ博、フリースラント州、フロー人間ンン州、ドレンテ州の総督。ナッサウディーツ博、エルンスト・カシミールとその妻で、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公・ハインリヒ・ユリウスの、娘であるゾフィー・ヘイト・ビヒの間の長男として生まれた。1619年、プロテスタント系のドイツ騎士団ユトレヒト・オーの、 ほさし教に選出され、翌1620年には、レヒト・オークダ区長となった。とはいえわずか8歳のヘンドリック・カシミールのオークダ区長選出は、形式上のもので、青年に達するまでは、父親のエルンスト・カシミールが、息子の職務を代行した。ヘンドリック・カシミールが、クダ区長としての職務を始めたのは1630年になってからだった。1632年、 父の死と同時にナッサウ・リーツ伯爵位を相続し、父が勤めていたフリースランと、フロー人間、ドレンテの三州の総督職も受け継いだ。ナッサウ・リーツ家領は、カッツェン・イエルン・ボーゲン伯領、ビアンダン領、寮、リーツ伯領シュピーゲルベルク伯領、ビール・シュタイン荘園、リー,ースフェルト団爵領から構成されていた。1640年6月12日、 ヘンドリック・カシミール一世は、フルスト近郊での戦闘中に負傷し、その翌日に、傷が元で28歳の若さで亡くなった。意外は、レイ・ワルデンに葬られ、弟のウィリエム・フレデリックが後継者となった。ありがとうございます。